ことで今回君たちにはこのアイアンゴーレムの刑務所の警備をやってもらおうと思う。すまない先生、アイアンゴーレムは味方モブなので警備する必要はないんじゃないかって。それが違うんだな。というのも今回このアイアンゴーレムの中にブラッドゴーレムが紛れ込んでいるという噂がある。ブラッドゴーレムだった？その通りだからみんな協力してアイアンゴーレムに脱走されないように気をつけてくれ。了解。さあ生徒たちは言ったか。じゃあ今回は僕がブラッドゴーレムに変身して生徒たちにドッキリを仕掛けていきたいと思う。コマンドを入力するとまずはアイアンゴーレムに変身することができる。でこうするとブラッドゴーレムになることができるんだよね。さあこれで生徒たちを驚かしていきたいと思う。ドッキリが好きという人はチャンネル登録と高評価よろしく。ウォーターチャレンジのマイクラ本が好評発売中。スペシャルブックも発売中。購入は概要欄から。さあそろそろ生徒たちが巡回に来る頃合いだからね。なあそれ君には一旦消えてもらって僕自身がアイアンゴーレムになるとしよう。さてと一旦スペクテーターモードを使って檻の中に入ると。さーてまずは誰が来るかな。おっあれは赤ちゃんだな。さてアイアンゴーレムが脱走しねえように一体一体丁寧に見ていくぜ。こいつは問題ねえな。さあ早速ブラッドゴーレムに変身してちょっと驚かしていこうかな。おっ来た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 。こいつも異常な嫉妬。へえ退屈な仕事だぜ。さっさと帰ってミルクを。今ブラッドゴーレムにならなかったか。さてこっちのことが気になってるみたいだね赤ちゃん。じゃあもう一丁言っとく。見間違いだよね。ブラッドゴーレムが存在するわけ。うわあおいおい嘘だろ。なんだなんだこの刑務所やべえ逃げろー。さてドッキリ大成功といったところだな。さあこの調子で次の生徒にもドッキリを仕掛けていくか。ん次の生徒はミスターマネーくんか。なるほどなるほど。おなんだかこっちに来たな。はあミスター赤ちゃんが言っていたのはこのアイアンゴーレムか。どうやら赤ちゃんはマネーにこのことを話したようだね。だったら赤ちゃんはブラッドゴーレムが出たと。なにやつが消えた。いやそれはねミスターマネーくんにはちょっと怖いドッキリを仕掛けちゃおうかな。ここにレッドストーンブロックを置いていく。まあこんな感じでマネーくんが気になるように道しるべとしてレッドストーンブロックを置いていこう。さーてこれぐらいあればまあ気づくかな。でここまで来たら赤い花のポピーを置いていこう。こうすればきっとマネーくんはこの井戸の中を確認しに来るからね。そうしたらブラッドゴーレムに変身して突き落とす。バカな急にアイアンゴーレムが消えるなど。なんだこれは。レッドストーンブロックだと。こんなものはさっきまでなかったはず。しかも何やら俺を誘っているようだ。あっ察しがいいじゃないかマネーくん。さてといい感じに進んでって。おポピーを発見したね。さてそのまま井戸の中を確認するよね。じゃ今がチャンスだ。さあ一旦クリエイティブモードに戻してここでブラッドゴーレムに変身していくと。さあ期待外れだ。何もないではな。バカだなぞない。完璧な作戦だったね。さあそれでは次の生徒にいたずらを仕掛けていこう。お次の生徒はミスター銀さんか。さて銀さんにはちょっと変わったドッキリを仕掛けていこう。さあまずは元の姿に戻って自分の体に透明化をつける。そうしてここにダミーのアイアンゴーレムを置いておく。でスペクテーターモードにすれば僕は自由に動くことができる。さっとっと見回りしたっか。今のところ特に異常はなさそうだな。てかマネーのやつどこ行ったんだ。ミスターマネー君に関しては僕が倒しておいたからね。さあ銀さんは真面目に巡回をしているようだが、おっと確かミスター赤ちゃんが言っていたアイアンゴーレムはこの場所であってるよな。なるほど、どうやら赤ちゃんは銀さんにもブラッドゴーレムのことを話したみたいだね。ちょうどいい、だったらこれを食べさせてもらおうかな。あーそらい、おははは、すごい、えなんと急に回り始めた。さてこれはさすがにびっくりしたんじゃないか。でもまだまだこれからが本番だ。次はここにいる全てのアイアンゴーレムを回していく。さあすごいぞこれは。おいおいおいおって、嘘だろ、おいなんで全員回ってんだ、やべえやべえ、どうなってんだ。さあ全部のアイアンゴーレムが急に回り始めたらさすがに怖いんじゃないか。おい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 、何がどうなってんだ、やべえ、ここは呪われてる。あ、ミスター銀さんはあまりの怖さに逃亡したみたいだ。というわけでドッキリは大成功だな。この調子で次も行ってみよう。あった、次の生徒はミスターレッド君だな。さてアイアンゴーレムのことを見ているようだけど、あれちょっと待って、レッド君寝ちゃったよ。ほんとレッド君は怠け者だな。ちょっとこれはお仕置きが必要だ。というわけで一旦姿を消してと、代わりのアイアンゴーレムを置いて、さあ怠け者のレッド君には目覚まし代わりにちょっと刺激を加えてあげようかな。あ、完全に寝てる、これ完全に寝てるね。というわけで前のアイアンゴーレムの檻を壊させてもらうよ。さあいってバッ、アイアンゴーレムが俺に攻撃してきた。くそ、てかこいつどうやって脱走しやがった、なんで俺に攻撃してくんだ。さてレッド君はアイアンゴーレムは倒せたみたいだな。ただこれでもう寝てられる状況ではなくなったはずだ。せっかく寝れると思ったのによ、これじゃ気が抜けねえじゃねえか。仕方ねえ。さあレッド君はちょっと警戒心が高まったようだね。だったら今からもっと刺激を加えてあげよう。このスプラッシュブラッドポーションを使ってアイアンゴーレムをブラッドゴーレムにしていく。さあ始まった始まった、なんだ急にアイアンゴーレムが赤い火花を散らしてる。こいつはブラッドゴーレム。さてブラッドゴーレムの完成だ。いけ、こいつ一体どうやって脱走しやがった、やべえ、うわー、いやーさすがに強かったねブラッドゴーレム。というわけでこれでレッド君にもドッキリは成功といったところだね。お、次の生徒はミスターブルーか。彼はすごい怖がりだからね、ちょっといたずらしちゃおうかな。くそ、兄貴がやられたって聞いたからな。てかなんでここのアイアンゴーレムいねえんだ。おいおいやべえぞ、すでに脱走してるじゃねえか。くそ、一体脱走したアイアンゴーレムはどこ行ったんだ。お、脱走したアイアンゴーレムのことが気になっているようだね。まあそこのアイアンゴーレムはレッド君が倒しただけなんだけどね。さてと一旦変身を解いて自分の体を透明化してダミーのアイアンゴーレムを置いていこう。さてちょっとこっち側に回り込んで、ここら辺でいいかな。よし、さてミスターブルー君にはちょっと怖いドッキリを仕掛けていこう。これを使ってダーソライ。おっ、早くこんなことは終わりにしてえな。おい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 、嘘だろ、アイアンゴーレムの頭がくるくる回ってる。おっ、怖がってるね。まあさすがにちょっとこれはビビるよね。お、きた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 、見間違えたよな。あんなこと普通起こるはずがね。残念ながら現実だ。そもそもアイアンゴーレムの、はあ、おい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 、どうなってんだ。ミスター銀さんの話は本当だったってのか。てかなんで首取れて生きてんだこいつ、いい反応だね。じゃあ今度は全員分やっていこう。はあ、おいおいおい、どうなってんだ。このアイアンゴーレムたち全員首がぐるぐる回ってるじゃねえか。おははは、これはすごいな。待て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 、どうなってんだこの刑務所、絶対に呪われてるじゃねえか。くくそ、ここは逃げるしかねえ。ん？どうやらミスターブルーはあまりの怖さに逃げてしまったみたいだ。まあでもドッキリとしては大成功だな。次の生徒は誰が来るかな。お、ミスターバナナくんか。さあどんなミスターブルーの話によれば怪奇現象が起きたそうだね。だがこのミニガンがあれば万が一怪しいゴーレムが出てきたとしてもすぐに倒すことができる。なるほど、バナナ君はミニガンを持っているのか。これは一筋縄ではいかなそうだ。というわけで一旦ここにダミーのゴーレムを置いてちょっとバナナ君の後をつけてみるか。まあ彼は今回かなり強い武器を持ってきているからね。これはぜひともブラッドゴーレムと戦わせてあげたいね。さあ痛いちょっとこっそり裏に回り込んでブラッドスプラッシュポーションを使ってブラッドゴーレムを紹介していけ。なんだ急にアイアンゴーレムが赤く光っている。これは一体。さあ檻は壊しておいたからな。いけ。こいつはブラッドゴーレムだ。僕にはこのミニガンがある。何？ブラッドゴーレムがやられた。やるじゃないかバナナ君。でもね、僕にはまだまだブラッドゴーレムを大量に召喚する術があるからね。さあ行け。このポーションを使ってそうだな、今回は3体分ぐらい召喚しちゃおうかな。そらいさっきから一体何が起こっているんだ。ブラッドゴーレムが大量に出現している。まずい、こいつらを捕まえている余裕はない。排除するしかない。さーてミスターバナナ君は結構あれ苦戦していると思ったけど結構強いな。まあいっか、今度はじゃあ4体分でいこうか。さあこれは止められるかなバナナ君。次から次へとキリがない。こっちのミニガンとて無限に弾があるわけじゃないんだ。まずいね、これだけの数さばけるか。そろそろギブアップなんじゃないかなバナナ君。ちょっと強いねバナナ君、かなり強いわ。仕方ないね。だったら最終手段を使うしかない。今このフィールドにいる全てのゴーレムをブラッドゴーレムにしていく。すまない。あ、来た。一体何が起こっている。ここにいるゴーレムが全てブラッドゴーレムになっただと。ありえない。というかまずいね、これだけの数さすがに僕のミニガンを持ってしても耐えられない。数が多すぎる。さてこれだけの数がいればさすがに倒せるんじゃないかな。さすがにこの数はまずい。じゃあミスターバナナ君を倒した。まあちょっと大人げなかったかな。さあ最後の生徒はミスターブラック君だな。来た。さてとまあミスターブラック君にはいきなり本気を出しちゃおうかね。さっきミスターバナナ君にやったようにここにいる全てのアイアンゴーレムを一気にブラッドゴーレムにしていく。さて位置的にはここら辺でいいかな。準備完了。じゃあ行くぞ。悪く思わないでくれよミスターブラック君。さあいった。特に異常はなさなんでしょうか。急にアイアンゴーレムたちが赤く光り出した。まさかこれは。そのまさかだミスターブラック君。さあそろそろかな。来た。全てのアイアンゴーレムがブラッドゴーレムに生まれ変わった。さああとはここの檻を全て解放すればブラック君に襲いかかると。コマンドを使ってすまない。これは急に檻が全て壊された。さあミスターブラック君逃げ切れるかな。これだけの数を仕方ありません。あらかじめ用意しておいたこのブラックイーグルを使って私は空へと逃げます。それにしてもこれは異常事態ですね。なんとか倒さなければ。さあどうするミスターブラック君。あ、なんか持ってるね。あれはミスターブラック君の技ブラックポイズンじゃないか。なるほどちゃんと武器は持ってきていたようだね。さすがにこの数を倒すのはなかなかに困難ですね。ただそれだけじゃブラッドゴーレムをちょっと待って。強くないか？私が開発したブラックキャノン、これは使いますね。おい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 、嘘だろ。もう一瞬でブラッドゴーレムを倒しちゃってる。やばい、全てのブラッドゴーレムがやられてしまうけど、まだいるはずだ。いた、いけ。なるほど、残りは2体ですか。ならばたやすいですね。一旦ブラックイーグルを使って距離を取ります。そしてからのブラックキャノン、これをぶち当てます。ちょい、あっという間にブラッドゴーレムが、ああ、僕のブラッドゴーレムが全てやられてしまった。さあ、やるじゃないかミスターブラック君。だったら僕が出るしかないようだね。まさかこの手を使うことになるとは。けどもうこうなった以上、君に勝ち目はないミスターブラック君。 まだ残っていましたか。全て倒したと思っていたのですが、一旦距離を取りましょう。ああ、すまない。空を飛んだ。さあ、厄介なものを持っているね。まずはブラックポイズンで体力を削ります。そうしたら一旦距離を取り、ブラックキャノンを放ちます。さあ、追い詰めたぞ。いった。威力高すぎでは。やばい、これはさすがにチェックメイトです。やばい、ああなるほど、先生の仕業でしたか。よくもやってくれたな、先生。これまでのツケ払ってもらいますよ。すまない。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。よかったら他の動画も見ていってくれ。積み重ねてぶっ壊せ僕なくせないぜちっぽけな